変わらうか。姉さん、アイス姉さん、姉さん、キャー、姉さん、大丈夫か？だから言ったのに。ダーリン、私唇を火傷しちゃいました。キスしてくれなきゃ治りません。何を言っておるのだミク。シド、ユズルも唇を火傷しました。治療を求めます。まあ、ずるい。もう、あかん。ほら、シド君、ヨシノもだって。シド、私が歩いていると、おーっとー手が滑った。よく足元に自分の首を転がしてきて、スカートの中を覗こうとする人でした。ストライク！いろんな意味でドストライク！どうしたんですか、リオさん！だから誤解なんです！誤解？そうです！誤解です！みんな落ち着いて！リオさんはただ裸の女性と寝ているだけで、私たちは見てはいけないものを見てしまっただけで、むしろ落ち度は私たちの方に。サラさん、落ち着いてください。すみません。四つ葉、これはどうだ。どれどれ。あ、上杉さん、クリームついてますよ。お兄ちゃん、四つ葉さん。今のほっぺに中学家庭教師のお礼ということで。まさかの四つ葉、気抜いてた。さっき。質問なんだが、このゲーム機とソフト、いくらくらいする？中古市場なら合わせて4000円するかしないかですね。でもなぜ。佐藤、すまん、手が滑っている。現在進行形。僕の佐藤、僕の佐藤。翼、佐藤陽の両手が翼だったら、僕はきっと大切なものを失っていたと思うのです。わかった、今行く。ほんと司令官モードになると人使い荒いよな。まあ前からこういうのは俺の仕事だけど。どうか、この前どうして。早く決めた。みんな気になる殿方はいたりするのかしら。はい、イルマチ。会長さん、大丈夫ですか？なんでもない。なかった。いつもイルマの近くに何かいるとは思っていたが、こやつ。女子ではないか。うちの店が何だって。まずいかどうかはその下で始まった。もっと悪い。手が滑った。くっ、シッツ。ごめんなさい。すみません、遅れました。真冬さん。いやー、娘が初めて連れてきた彼氏があんないい青年で、本当にホッとしたよ。どうした、古橋。こ
小南先輩の彼氏になった件、詳しく聞いてもいいかな。今のお前の顔、最高に輝いてっぞ。バカにしてるんですか？してますよね。全然だし、松浦を励まそうと思ったんだけど、怒った？別に励まされなくても。でもお前のここ泣いてっぞ。すいません、ついてが。僕のベル君が世話になったね。このベル君に手を出すんじゃない。この泥棒猫。いえいえ、こちらこそ。ベル様にはいつもリーリーにお優しくしてもらっていますから。絶対負けません。神様リリー、あんたたちは来ないで。足手まといになられちゃ困るからね。あたし一人で行くわ。てめえ何様のつもり。手が滑っちゃった、ごめんね。あたし強いから大丈夫よ。おいキラーティ、大丈夫か？